皆さんこんにちは。北海道知事の鈴木直道です。新米発表会でマツコデラックスさんと話したおにぎりチャレンジをしていきたいと思います。でこちらおにぎりポッケを使っていきます。パンを入れていきます。大好きなたらこ入れます。あとは握るだけ。三角形になります。味が分かんなくなっちゃうんで、じゃん、たらこ、これ自分でかけます。味が冷凍してレンチンで食べるという形になります。おにぎりができました。でレンチンするときはこのシールを剥がしてからレンジでチンしてください。できました。いただきます。うまい、うまい、うまい。今年の北海道米も最高の出来です。農家さんが一生懸命作った北海道米、ぜひ皆さんいっぱい食べてください。以上、おにぎりチャレンジでした。